素晴らしい過去になろう。この子が今の僕の年になる時のことを考えた。おいしいですか。例えば今日降った雨が天然水になって人々に届くのは20年も先のこと。この地球が彼らの生きる糧であり続けるために何を守り何を新しくするのか、そしてそれは誰がやるのか。子供たちに未来を用意するのはやがて過去と呼ばれる今の僕たちなんだ。僕たちは素晴らしい過去になれるだろうか。ここは天然水の森。私たちサントリーは水を未来に届けるために森づくりから始めています。ずっとずっと水と生きる、サントリー。